どうも。危険度 TETH の解説、最後のパートです。あと2体しかいないので短めになってしまうかもしれません。申し訳ない。前置きはこれくらいにして早速いきます。キュートちゃん。情報、記録はこんな感じ。結構長め。EGO はちょっと弱いかも、最序盤なら使えなくもない。作業は、本能以外を行うとクリボとカウンターが減少してしまう。カウンターが霊になると脱走するが、そこまで強くはない。あと、オフィサーか職員を殺すと勝手に帰ってく。作業テキストは、以上。次。補欠の桜。情報、記録はこんな感じ。EGO は序盤にしては結構強い。作業の成功率自体は愛着、洞察が高めだが、このアブノーマリでは作業結果がいいとクリボとカウンターが下がってしまうので、できれば一番成功率の低い抑圧作業を行うのがおすすめ。カウンターが霊になると、施設内のランダムな職員、オフィサーが誘惑される。これは連打すれば治るが、たまに数が多かったりするのでちょっとめんどくさいかも。ちなみに利用された職員は、補欠の桜の収容室に入ってしまうと即死なので注意。作業テキストは、以上、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。